ここは道の駅ポート赤崎です。でここもね、琴浦町の名所というか、いろいろネタにされる場所なんですけど、日韓友好交流公園風の丘っていうのがあります。でなんでこんなねものができたかっていうとですね、ここに片山義弘っていうふうに書いてあるんですけども、あと田中光雄、これは赤崎町長で、この片山義弘っていうのが一応遠因ではあるんですよ。片山義弘さん、今もうね政治家としては引退したような状態になってるんですけども、昔は鳥取県庁の確か総務部長だったんですかね。それで韓国好きなんですよね、ハングルも勉強してたそうなんですよ。それでいろいろとその関係で韓国とのね交流事業というものを鳥取県が進めてまして、で1990年前後、その辺ってね日本と韓国の関係が一番良かった時代なんですね。ただまあ2002年のワールドカップを境に悲惨なことになりますよね。信州大学にね山本っていう名物教授がいてね、社会学の、1998年頃の話かな、日韓のワールドカップ、もうあれは絶対失敗するぞと。サッカーなんてねナショナリズムがねぶつかり合うようなそういうスポーツなんだから、そんな共同開催したらねろくなことになんねんぞっていうふうなことを言ってたんですよ。で実際そうでしたね。あのワールドカップの頃、若い人はあまり知らないと思うんですけども、あの頃もうテレビなんかでもね韓国の審判のジャッジがおかしいとか言ってね相当言われて、でまあネットがねもう普及してた頃なんで、もうネットでも韓国をボロクソに言うようになったのもその頃で、だからあれでも決定的に韓国と日本のね関係っていうのはね壊れたような気がするんですよね。でそういうその最中ぐらいにこれができてるんですよね。それでここにね石碑があって、そこに東海って書いてある、トンヘですね韓国語 でそんなねトンヘって書くのは何事だとですね、あの日本会議の、ね、メンバー のとある人が相当怒ってですね、で右翼の街宣車が、琴浦町の、庁舎をぐる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 回るような状況で、それでさっきの田中町長っていうのがねもう体を壊してしまってね寝込んでしまったっていうことなんですね。それでその火種の元となった石碑がこれです。あ、だいぶ劣化してるか、でもあ、でもちゃんと残ってますね。ほらほらほら、これ削られてますね。ここに、カッコ東海って書いてあったんですよ。ここにも、ハングルでトンヘって書いてあったんですね。それが、このグラインダーでガーッと削られたんですね。今までも残ってますね。当時すごかったそうですね。本当にね、いやもうじいさんって、こう鳥取のじいさんってすごいですからね、この役所へのクレームが。もうその本領を発揮した事件でした。韓国カンウォン道と鳥取県ってね友好提携してるんです。で僕高校生の頃に行ったんですよ、カンウォン道船で。確かね2万円か3万円かぐらいで1週間旅行できるっていうんでね、僕あの志願してですね行ったんですよ船で。あの時はねまあ黄金時代ですよ。1995年か6年かそのあたりですね。当時のねそういう県のイベント面白かったのが、まあもうバブル崩壊した後って言ってもね財政が余裕があったんでしょうね。それで面白いのは、当時個人情報保護法とかないんでね、その船の中でまあ名簿がね、参加者の名簿っていうのもがっつり住所載ってるようなのを配られましたよ。女子高生から、まあ、高校生から町役場の職員で大人までいるんですけども、当時は印鑑条例なんかなかった時代なのかな、ね、住所もわかるし、もうまあそれまあなんというかね、まあそう言わんとしてることはわかるでしょう。まあそれで結構それをきっかけに付き合ったりとかした人も多いんじゃないかね。しかしその時のね僕資料をもう捨ててしまったからもったいなかったな。名簿ですよ、もう全部顔写真載って、顔写真、住所、電話番号載った名簿が載っててね、
だからそういうイベントね、またやればいいと思うんですよ。あの個人情報クレーマーなんかね、気にしないで、そういうイベントまた自治体がやったら、少子化対策にもなるしね、絶対僕面白いと思うんだけどな。参加したくないやつはしなきゃいいんだし、そういうのね、もう、やりたいっていう人だけで、またやったらいいと思うんですよ、本気で。そういうね、楽しいイベントはまたぜひやったらいいんじゃないですか。そしたらね、またね、日韓関係もね、良くなるんじゃないかと思います。ここは山本太田福堂って言いまして、もう琴浦の名所ですね。もう何十年前かありますね。風呂敷まんじゅう。風呂敷まんじゅうって言ってね、小さい黒糖の入ったまんじゅうなんですよね。もうここの名物で。ぜひね、琴浦にお越しの方はね、買っていけばいいんじゃないかと思います。大体鳥取の人間ね、ここ通る場合は買いますね。